はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、痛みでお悩みのあなたに痛みの解消のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、ランナー膝をですね30秒で消すストレッチというお話をさせていただければと思います。はい、私はですね腰痛専門の整体院という形でさせていただいているんですけども、ランナー膝、いわゆるですね長径靭帯炎の方もですね多くいらっしゃいます。まあ、湘南という地域もですねこう関係あるのか、ランナーの方が多いんですね。で、座骨神経痛だったりとか、まあ、ランナー膝っていうのを併発されていらっしゃる方が結構多いんです。で、そこで、まあ、ランナー膝をですね、まあ、解消する、そして予防もできるですねストレッチをお伝えさせていただければと思っています。はい、まあ、ランナー膝、簡単に説明するとですね、この大腿部ですね、まあ、骨盤から大腿部、まあ、膝にかけてですねついている大腿筋膜張筋の先っていうのが長径靭帯っていう靭帯になってるんですけども、それがこの大腿骨の外下ですね、外側の骨にすり合ってしまっていて、こう痛くなっているっていうような状態になります。まあ、ランナー膝のあなたはですね、まあ、それくらいは調べられていると思うので、もう早速やり方をやっていきたいと思います。要はですね、大腿筋膜張筋という外側、太ももの外側、お尻の外側に、股関節の外側にある筋肉から長径靭帯、そしてさらにですねこの腓骨筋といって腓骨筋まで全て伸ばすっていうことをしてあげることによって、結構根本的にですね、ランナー膝をですね解消することができるんですね。はい、でやり方としてはですね、この大腿筋膜張筋から、まあ、太ももの外側、長径靭帯、腓骨筋まで全て伸ばすっていうようなやり方なんですけども、何かしらですね足を置く台みたいなものをですね用意していただくといいと思います。それこそこう走っている途中にランナー膝になってしまった場合ですね、すぐこのやり方を使っていただければと思います。はい、私もですね、実際ランナーでもあります、湘南国際マラソンを走っているんですけども、やっぱりランナー膝になると走れないですよね。なのでその場で解消するやり方をお伝えしたいと思います。はい、でまずですね、足をこのような何かしらの台ですね、まあ、外だったらガードレールとか何かしらの段差とかを使っていただくといいと思うんですけども、足を乗っけていただきましたら、つま先を外側に向けます。つま先を外側に向けて、要は膝を外側に向けて、股関節を外旋といって外側にねじらせるんですね。で、膝をしっかり伸ばしておいてください。で、伸ばした状態でですね、体を丸くするんではなくって、お腹を出すようにぐーっと下に前に倒すような形、そうするともうすでにここ伸びてくると思うんですね。はい、この状態でまずは10秒間です。つま先外側に向けて膝を伸ばして、股関節外側にねじって10秒間、この状態でぐーっと伸ばしていきます。はい、まあ、ランナー膝のあなたはこれだけでも結構きついと思います。10秒間やります。で、10秒間終わりましたら、次はですねこの右足の場合は左手ですね、はい、足と反対の手を足先の方にスーッと滑らせていきます。で、膝は伸ばしたままですよ。膝曲げたら意味がないので、膝伸ばしたまま、これも相当きついと思います。このまま10秒間ですね、ふーっと呼吸を止めずにですねやっていきます。はい、で、ここからですね、さらにできる方はですね、手のひらを前に向けながらぐーっと上に上げていきます。ちょっと画面から離れていきますけども、手のひらを前に向けながらぐーっと腕に上げていきます。そうすると体がぐっと右にねじれていきますよね。そうすることによって、さらに全てゴーって伸ばしていくことができるんですね。はい、でもしこれがきつすぎる場合は、さっきの2番目のストレッチをもう10秒続けていただければ大丈夫です。こうすることによって全てこれが伸びることになるんですね。はい、反対の足もやっていきます。左足を乗っけていただいたら、つま先を外側に向けて、膝をしっかり伸ばした状態、股関節を外側にねじった状態で、まずは体を丸くしないようにして、お腹を出すようにぐーっと伸ばしていきます。そうするともう外側がぐーっと伸びていくはずです。まあ、これだけでも十分なんですけどね。はい、これでぐーっと伸ばしていって、10秒伸ばしていただいたら、左足の場合は右手をスーッと足の方に伸ばしていく。はい、まあ、実際体はこう向けた方がいいと思います。はい、でそうして膝は しっかり伸ばしておいてくださいね。伸ばした状態でさらにここが伸びていくはずです。で、3段階目ですね、できるのであれば、この手を、右手はつけたまま、左手を、手のひらを外側に向けた状態でぐーっと上に上げていく。はい、この形を作ることによって思いっきり伸ばすことができます。はい、
この形ですね。はい、こういったですねストレッチをしていただくことによって、大腿筋膜張筋から長径靭帯、さらに腓骨筋まで全て伸ばすことができますから、ランナーしたらですねこう膝が痛いっていうようになったとしても、すぐこのストレッチをやっていただければ解消することができます。10秒ですから、まあ、30秒のストレッチになりますよね。はい、でそこで最後にですねお伝えしたいんですけども、ランナー膝のあなたはですね、要は筋肉が緊張してしまうことによって、要は大腿骨のですね外側に擦れてしまって痛くなるんですけども、じゃあそのストレッチをすればその場で解消することはできますけども、なぜランナー膝になってしまうのかっていうことも考えてほしいんですよ。なぜランナー膝になるのかというと、結論から言うと重心が後ろなんですね。重心が後ろの状態で走ってしまっているから、外側に体重がかかりやすくなっています。はい、お尻を引きながらですね立ったりとか歩いたりとかしてもそうなんですけども、外側に体重かかりますよね。そのような走り方をしているからランナー膝になってしまいます。なので実際のところ本当の予防っていうのはですね、この重心の位置を後ろではなく真ん中に乗せた状態でしっかりですねこう丹田っていうんですけど、下っ腹とお尻に力がクッと入った状態、まあ、インナーマッスルが入った状態とも言うんですけども、インナーマッスルは効かせた状態でしっかりですね重心が真ん中の状態で走っていただくことによってですね、体重が無理に外にかからないようになりますから、そうすることによって、まあ、根本的にですねランナー膝の再発予防にもつながりますから、まずはストレッチで解消していただいて、さらにですね重心の位置をですね後ろすぎじゃないかな、ちゃんと真ん中にしなきゃなっていうことも意識していただいて、フォームの改造っていうところもですね、フォームの、まあ、改善っていうところもしていただく必要があるかと思いますので、そういったところもですね検討していただければと思います。はい、もしですねご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ご質問いただければと思います。はい、まあ、ランナー膝ですね、辛くって走るのは好きなのにですね、なかなかこう痛くて走れない、まあ、気持ちわかります。私もなったことあるので、なのでしっかりこのストレッチで解消していただいて、さらにですね再発予防にはフォームの改善というところもですねしていただければと思います。はい、本日はですねこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。今後もですね痛みの解消のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録もしていただければと思います。はい、では失礼いたします。